初心者の味方、小助です。まずはこちらを見てください。これボロのクワ、丈夫なクワ、熟練のクワ、輝きのクワ、喜びのクワって言って、まあ、どんどんねこのクオリティが上がっていってるわけです。で、説明のところを見てもらえると、ボロのクワね、まあ、何も書いてないよね。で、見て、これ丈夫なクワ、チャージでちょっと広めに耕せる。で、熟練のクワ、チャージでもっと広めに耕せる。輝きのクワ、チャージでかなり広い範囲を耕せる。で、喜びのクワ、かなりの広範囲を耕せる。で、これちょっと知らない人がなんかいる、いない、いるとかいないとかいう情報をちょっと手に入れたんで、このね、クオリティが上がるにつれて、あのチャージすることができるよっていうのをちょっと知らない人がいるらしいんで、ちょっとまず皆さんに説明していきたいと思います。で、まずね、普通のクワだと、まずボロのクワね、これチャージなんてできません。もちろん一マスだけこう耕すことができると。続きまして、丈夫なクワ、ちょっと一個いいよってやつ、これチャージすることができます。で、チャージすることができるんだけど、ちょっと待って、この草たちがね邪魔なんだよ。で、チャージすることができるんだけど、見てこれ、一気に4マス耕すことができる。で、さらにその上、あ、でもちろんね、チャージっていうのはビーナーがお尻です。で、熟練のクワ、次これはこのね8マス一気にいけるんで、この8マス、ちょっとここにちょっとね物があって見えないけど、ここの8マスを一気に耕すことができる。で、次俺がよく使ってるこれ、輝きのクワ、はい、わかるかな。今ちょうど切り株があって見えないところもあるんですけど、4×4 のこの範囲を耕すことができるということですね。ちなみになんですけど、これハンマーで今やったところをやると土に戻ります。はい、ということでね、一応ねこれあのじょうろでもできますよっていうね、これまずこうポンポンポンと、ほらもうじょうろだと、いもう1回で半分負けるよっていう。で、このねクワの種類っていうので、あの鉄鉱石、銀鉱石とか銅鉱石、金鉱石で、最後オリハルコンじゃねえぞ、プラチナかプラチナだろ、うん、プラチナやんな、プラチナやったな、うん。で、まあ、作れるようにやるんだけど、これね、ぜひちゃんと使用してもらいたい。うん、ゴールデンハンマーとかね、これ俺じゃ作ってないんだけど、まだ金のハンマーは。で、そういうことです。今回はね、チャージができるよっていうね、めちゃめちゃ、うん、簡単な、みんな知ってるわって話かもしれませんが、知らない方のために説明させていただきました。それではさようなら。